すごい音するね、これ。けたたましいけど、ちょっと。すごいね。はい、こんにちは。重工房のフラシーです。しばらく使ってた、この調子がいいって言ってたスマートフォンフォルダーなんですけど、これ調子悪くなっちゃったんですよね。これね、こう、片方閉まらなくなっちゃった。ほら、片方、右は閉まるんだけど、片方閉まらなくなっちゃった。で、これちょっと指でね、指でこう押さえながらしてやるとこう閉まってくれるのね。だから、結局なんかギアでもかけたかなんかした感じなんですけど、まあこれ直すこともできない、さそうなので、とりあえず交換ということで。これは地位充電ができるスマホホルダー。2年使ったら、こうモーターが壊れちゃったみたいなね。やっぱ壊れるんだね、この手のものは。動くものは壊れると考えとった方がいいかななんて思いまして、はい、そんだけです。オートバックス行ってたんですけど、値段がこなれてきて、これ4000円か4500円ぐらい、だいたいどこのメーカーもしてたんですけど、3000円切りましたね。条件としては、地位充電ができて、これみたいに自動でしまってくれるっていうパターンね、のものですね。買ってみたのでつけてみましょう。今回のはね、 AQ というオートバックスのあれだね、オートバックスクオリティって書いてある、オートバックスのオリジナルなんだね。だから安いのかな。すごく値段が安く売っていましたね。 AQ ブランドっていうですね。保証は AQ じゃないだろうけど、そういうものでした。見本もなかなかうまく動いてたので、質感なかなかいいですよ。こういう感じのものですね。ちょっと剥がすとか、フィルムがね、こんな感じでついてますけど、こんな感じのものですね。ということで、結局これはエアコンの取り付けしかできないということでしたね。ちょっか。結構この辺でやりたかったので、エアコンの取り付け口まで下がるとちょっと低いよね。まあいいか。ちょっとここに、これはちょっとどちらにしても邪魔だったから剥がして、うわぁ、ひっついてるこれ。これはこのままにしといて。エアコンの取り付け口につけてみますね。こういうパターン。なるほど。これをエアコンの吹き出し口に差し込んで、こうクリップで締め込む感じだね。ここのところにこういう風に刺して、これをネジを回す感じでね、こういう風にね。ちょっと片手で見にくくてすみません。やりにくいな。すごくやりにくいですね。まあ、この辺りはちょっと流動的な感じ。ちょっとグラグラするな、これは。もうちょっと上かな。はい、取り付けはね、ちょっと苦労するかもしれないけど、こんな感じで付けてやりました。こんな感じ。なので、前はガラスにこうペタッと貼ってたので、これが下に降りた感じですね。これを、まあ、ケーブル C このまま今までのやつ突っ込んでみようか。そうするとね、ここに青い LED がついて、タッチするとこうやって。すごい音するね、これ。けたたましいけど、ちょっと。すごいね。で、この横のボタンを押すと、こうやって開く感じ。スピードがすごい速いですね。前のジーっていうのと違って。速くていいと思います。まあ、これ取り付けはここでいいかな。ここはここでね、見やすいんだけど、ちょっとこう、やっぱり、安全運転の上では危ないよね。ちょっとこれ剥がしておしまいにしましょう。はい、というわけで、今回はオートバックスさんのオリジナルだろうね。この AQ ブランドっていう AQ シリーズ、オートホールドワイヤレスチャージというのをね、取り付けてみました。2990円とか3000円ぐらいだったと思いますので、はい、3000円ぐらいだと思いますけど、まあ大体ね、前のやつが2年ぐらい使えたので、まあ2年使えれば御の字じゃない4000円でっていう感じですね。まあこの辺のものはね、どうしても消耗品的に考えた方がいいと思います。
買ってね3年も5年も使えるようなものなかなかないですよ。どうしてもこういう細かいモーターとか、まあ、歯車とか使ってるものはどっかで壊れたりするんでしょうね。はい、ということで、今日はオートバックさんのオートホールドワイヤレスチャージャーのご紹介でした。よろしければね、概要欄からご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんに役に立ちそうな、ね、こういった車の情報なんかもお伝えしますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ヨさんもさよなら。まあ随分値段が下がったね。よかったよかった。